新しいもんじゃ焼きを作れ、もんじゃドラフト。はい、久々ですね、ドラフト来たね、料理ドラフト会、はい、なんかね、おのおののドラフト会議みたいに一品目、これが欲しいっていうのを出し合って、それを組み合わせてもんじゃ焼きを作るというのが、ですね、早い者勝ちってこと、早い者勝ちとか、まあ、これね、出して、そうやる感じなんで、どうぞ。おー、来た。我にもんじゃを。もんじゃ王子だ。もんじゃ王子だった。もんじゃ王子かよ。今日はもうほんと生粋の、ずっともんじゃを食べ続けて。下町っ子ですからね。そうですね。こち亀とかの世界観と同じな駄菓子屋で、ね、もんじゃ食べて。すげー。煙突も登ったし。登ったしね。負け煙突。先生がいなくなるので、誰が垂れまくったらね。なんかドラフトで具材を選んでいって、美味しいもんじゃを作って、マンスンが美味しいと言ったらその人が優勝という、そういうことでございます。なるほど。まあ、しかも前ね、もんじゃってまあ一応生地がないと成り立たないんで、これだけは皆さん、なるほどね、はい、持ってます。ただこれは水とキャベツがあればすぐできる具材ありますけど、キャベツも具材です。え、じゃあキャベツは使えない。キャベツは取るしかないという。はぁ。で、今回ドラフトは5品目コーヒー、はい、作ったことないからなんか作ったことないんだ。私もないかも。終わりかも。はらんだぞ。だいたい何でもいけるでしょ。まあまあ、もんじゃ屋さん行ったので一緒です。こんなん水溶かすだけですから。そうそうそう、はい、ね、早速、皆さん、はい、やっていきましょう。しゅっ。はい、じゃあ1巡目の書いていきましょう。欲しいものと名前ね、うん、大事よ。これじゃあね、最初ですからね、大事よ。一応この辺にね、よくあるベビースターとか、はいはい、いや大事、ベビースター大事、たらこ大事、餅、ね、この辺は置いてあります。チーズね、何入ってるか知らないの。これは不利だね。すごいこと言うね。マジかよ。こういうのに新しい発見があるか、ね、確かにね。新しいもんじゃできるかもな、今日。はい、じゃあ、1巡目、はい、皆さんのね、発表しますよ。大事ですよ。ここ大事、一番大事。まずね、はい、加藤さん、はい、加藤さんの1巡目発表します。はい、おー、ネギ。あれ、ネギ、ネギからネギか。ネギから。ネギからが。ほう。珍しいね。ね。まあね、ネギってね、まあそう入れないですけどね、もんじゃにね。そうだ。なんなんだ。なんか企んでる。なんかあんのか、おかしい。なんか会社でおかしいかね。じゃあ次、恐れ山。はい。恐れ山の一巡目。うん。マジかよ。え？は？こいつなんだ。おいおい。本当に知らないのか。お前なんなんだよ。はい、あるか。いやいやいや、じゃあ次バナナになるだろ。おいおいおい、おいよ。本当に作る気ないな、もんじゃ。いやいやいや、のり玉ってでもあれじゃないですか、ご飯だったら何でも合うでしょ。ってことは米ではない、ご飯じゃない、小麦粉でしょ。小麦粉に合う。こいつ恐ろしいぜ。これやばいな。確かだけど一番最初に取らなくてもよかった。もっとあるよ、合いそうなの。じゃあ次、原宿さん、はい、2巡目、はい、うん、はい、ハリさん1巡目、うん、恐れ山の耳。え、よし、恐れ山は取ってないからこれ取られちゃうんじゃない。これありますね。これいけるかもな、ハリさん。もうここにあるから、ね、確かに、あるものですからね。からすごい、カイジみたい。取れますよ。誰もいなかったら、亡霊じゃないんだ。誰もいなかったらいけますからね。かぶったらね、これね、じゃんけんしなきゃいけない。いいですか。ダメです。細かく細かくされちゃうよ。食材の本物がある、本物があるね。原宿さん、この後子供のお迎え自分で並び出せしてる場合ないです。はい、じゃあ原宿さん1巡目、おお、コンビーフ。これ俺間違いないと。コンビーフ、まあでもなんか合いそうな、美味しそうだな。え、まさかの、えまさかのキャベツ。確かに、え、なしある。キャベツ、誰も。じゃあ最後、はい、アルファ、はい、アルファの1巡目、ガーマルチョバ、セーブデータ、ガーマルチョバ、あ、前使って、昔のセーブデータ、ガーマルチョバ、昔のシェアハウスシーブ。1巡目、キャベツ。あー、え、じゃあ何の争いもなくキャベツを。普通これじゃないの。いや、まあまあまあ、そうなんだ。あー、アネリアさん取ってもらって、ありがとうございます。いや
なネギか、キャベツ、キャベツでしょ、キャベツって書いてある、大事よね、キャベツ。二巡目、うん、お、ね、また加藤さんから、よし、うん、加藤さんの二巡目、はい、なんだ、ひき肉、おお、ひき肉、ネギとひき肉、何に、ハンバーグ、ハンバーグ、餃子で、何しようとしてる、一応ありますねここに、まあひき肉ね、まあおかしくね、まあもんじゃひき肉入れることもね、あそうなの、なんかないと、まあなんかまあ別にまずくはならない、はいはい、悪くはならないかな、はいはい、じゃあ次、それだ、はい、それだの二巡目は。上の方に書いたチーズ、あーチーズね、大事よねチーズ、これ攻略法分かったかも、何、もんじゃ焼きってお好み焼きに似てるから、うん、具材もそれで考えればいいってことか、チーズの入ってないでしょ、え、じゃあ違うかも、たまに入ってなかないから、たまに、まあまあ、あチーズはでも全然合う、合うでしょ、チーズはいいと思う、素晴らしい、これ掴んできたかもしれない、これに良くないでした、ね、戦いの中で成長する、チーズ欲しかったんだよな、チーズまあね、まあね、私が生かさせてもらう、はい、じゃあ次原宿さんの二巡目、はい、おお、何、ニラ、あら、ニラ、あの野菜ね、キャベツ的なものが多分いるんだろうな、はい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 、で、まあ、キャベツがないから、まあ、ニラとかでいっといた方がいいのかなって気がいたし、まあ、でも結構ね、癖はねありますからね、それがどう出るか、食感はいいけど、うん、アルファ君の2巡目、うん、はい、違うんですよ、え、セーフデータ、表札がガーマグとチョコ、ややこしい、アルファ裏ね、さっきじゃがりこ、たらこバター味、こちらですね、たらこバター味なんかあんだ、そう、そんなんも足入れるパターン、たらこ入れるじゃないですか、うん、あるある、それも入るし、バターも入ってるし、芋、芋も入ってるから、ね、サクサク食感もいい、あ、実質3つ取り、これすごいか、これいいと思う、頭いい、これ頭いいわ、確かに、これうまくなるわ、絶対、出来が違うね、これは取れたのかな、みんな、これもいいですね、そうね、またみんな被りなくね、3巡目、じゃあ、加藤さん、はい、3巡目は、はい、ニンニク、あ、え、まとめに来たね、ひき肉、ネギ、ニンニク、うまい、餃子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 、これはうまいよ、これはうまい、餃子ドラフトやったのそれはうまいよ、何考えてるか、なんだろうな、もんじゃになる、恐れ山の三巡目、はい、おお、何、生チーズ、あるな、いいじゃん、いいじゃん、いいでしょ、あるね、まあ、おいしそう、これうまくなるしかないから、ガーリックも入ってるし、ね、素晴らしいです、ね、これで失敗することあんまないかもな、ね、ただ全部こんな味になるっていう濃いからね、1個あるけどね、はい、原宿さんの3巡目、はい、おー来ましたね、クリームチーズ、うん、おークリームチーズあるね、今度ね、さっきチーズでしたけどね、チーズ欲しかったんで、まあでもクリームチーズでもちょっと味が違うけど、確かにと俺もいいのかもしれない、いいですね、今回もね、かぶらずにいけるのか、はい、結構アルファ君の3巡目、はい、ニンニク、あれ、あれ、かぶった、マジか、ここでニンニクっていいよね、いや、いいよね、うまくなるからね、かぶっちゃいましたね、かぶったってことは、まあ、ドラフト9時でしょ、うん、はい、丸がついてる、はい、あたりという感じでね、じゃあ、この汚いビニールに入れておい、これがドラフトの醍醐味、いいんで、じゃあ、余ったのね、どちら、はいはい、いきますよ、さあ、どっちだ、せーの、はい、あ、加藤、あー、餃子完成、餃子完成、長い髪、ニンニク取りたかった、うわ、じゃあ、外れだ、くそー、外れ指名を、なるほどね、じゃあ、どうしよっかな、僕、うん、2番手をね、ニンニクに準ずるものがいいね、純粋なものか、食べるライドられちゃったからね、あ、お、え、あ、あ、あ、え、お、あるじゃん、ニンニクの芽だ、お、お、しかも野菜でもある、野菜っぽくもあるし、じゃあ最高、これで僕ラッキー、むしろ意外な選手がありがとうございます、むしろこっちの方がニンニクの芽いかせていただきますね、4巡目、もう何が取るかわかんないね、もう決まってきますよ、こっから、あ、もう味変わんないよ、こっからは、じゃあ加藤さん、はい、2巡目は、おー、バター、バター、バター、
ターか。わからん。なね、何これ。大丈夫か。強いもんばっか取るね。次ね、恐れた。はい。四巡目は、おお。ノリフレーク。ああ。ノリ玉取ったじゃん。ノリ玉にノリフレークだね。すごいな。ダブルノリフレーク。すごい。俺もノリフレークよ。近距離やる餌じゃねえんだぞ。それで食べらってもう飯食おう。ノリと食べら。これはすごいな。ノリなんだ。のり玉って書いてる。いや、玉の方ばっかこう。玉の方。玉が好きなんね。のりがかぶっちゃいましたね。まあでも方向が定まったと言えるんじゃないですか。あ、ね、一応一応あんま変えずにね、逆にね。すごいね。原宿さんの4巡目。はい、はい。うん、ほおー。おかき。おかき。あ、ある。おかき。ほんとだ。あれさ、ベビースターとか入ってるから。はいはいはい。こういうのでも歯ごたえとしてなんかでかくないですか。でかい。おかきを入れてみる。なるほど。まあ食感ちょっと面白いかもしれないね。これちょっとふやけてやる。ちょっとしなっとはするか。確かに。はいはいはい。アルファ君の4巡目。ほう。うん。これも来たね。マイクロソフト。これ。やっぱね。食感の楽しさをちょっと追求してみようかな。ポップコーンでも全部。なっちゃうのかな。でも言ったらコーンって入れるよね。もう入れます。でバターと醤油、確かに、まあ味にもいい気します。で明太子もあるわけね。すごいね。ちゃんといけんの。2人でなんかいっぱい取るね。確かに味がすごい。新しさ、味の量増えてるね。追求します。じゃあラストか。ラスト。次ラストね。なるほどなるほど。この辺よ。じゃあ最後の一品、はい、しゃ5巡目、まず加藤さんから。おどうなる。どうやさ、どうやさ。ベビースターラーメン。ここで、ここでか。ここで来ましたね。ここでか。よく取られないと思ってましたね。いやいや、思ってなかった。ま、残ってたんでっていうのもありますね。なるほどね。ここまで。これいいよね。それざんの最後の5巡目。はい。おい。え？え？何？女の名前書いてんじゃねえか。おい誰よゆかりって。おい、すいません。え、また振り、また振りかけられる。おい、何何だと思ってんの。白飯何杯か食う。やっぱ今回はもうコンセプトはもう海鮮系っていうので。海鮮、これは海鮮系じゃん。何言ってるさっきから。ずっと何言ってる。シソなんて山だろ。え、爽やか系でいこう。どうなるんだろう。え、何の具もないじゃん。ない。これ鍋はね。ごなし？流動食。どうなっちゃうのこれ？育ちがいいやつ。わかんねえな。何考えてるか。ないな。いや、なんかアドリブでいけるかなって。いや、いけるよ。いけるけどさ。できる人がいる。ちゃっと作っちゃう。流動食がいるやつ。ないんだ。原宿さんの最後のね、5人目。おお、意外に。レモン。え、これ女の名前じゃないですか。あ、ギボシだけだ。ギボシだけだ。そうね、ちょっとこってっとしそうなんで、最後あえてさっぱりめにこう振っていくとバランス整うじゃないか。そういうもんじゃまだ食べたことないですね。新しい。新しいね。いけるんじゃないかな。なるほど。気になるアルファ君の最後の5品目。ご飯ですよが、ここにあるんですよ。ご飯ですよ。ご飯ではない。ご飯ではない。え、何？ご飯。ご飯もある。違います。ご飯ですよですよ。海苔、つくだ煮。こっちこっち。ご飯ですよですよ。じゃあ書かない。どういうこと？みんなレモンですよ。書いてないでしょ。レモンですよ。やっぱたらことかあって、和のイメージがね、あるところ。これだいぶ味変わるよ。でも濃いからね。ちょっと調節しながら入れたいと。味のりね。はい、味のり。すごいな。どうなっちゃうんだこれ。はい。じゃあ、ここから決まりましたね。意外と争わなかったね。うん、一回だけしかやんなかったね。うん。じゃあ、これで作っていきますか。はい。最高じゃん、これ。最高だぜ。なんだろう、混ぜそばじゃん。ねえ。ラーメンの味ありがたいじゃん。なんか新しい食べ物。あ、いい音。香りはなんか、ウェイウェイ。
あ、なるほどね。お好み焼きとチヂミの間みたいな。これで、まあ、焼いてして、チヂミか。チヂミだこれ。イラのせいでチヂミになってる。で、土手作ってみたいなね。はいはいはい、はい。コンビーもここでちょっとこう砕かして。なるほどね。なんか分かってきたわ。はい、では私のワンちゃん、完成しました。なんかうまそう。匂いもいいのよ、なんか。日本じゃなんか、これ。コンビーフ、ニラ、クリームチーズ、おかき、最後にレモン汁を全体にね、まぶしておりますので。新しい。何もんじゃ。何もんじゃなんでしょうね。全くわからない。確かに。まあ、食べてみますか。食べてみたらなんか味でわかるかもしれない。いくね。あれ、いいかも。いいよ。美味しそう。レモン入ってるから、その、エスニック感が、ね、アジア感が出てるのかも。ちょっとね、もんじゃではないまた新しい美味しさがありそうな、いろんな国の、はい、原宿さんのもんじゃ、はい、食べようかな。いただきます。もんじゃ王子はどう見るか。ニラもね、このどうだ、おかきもね、一緒に、あら、いいじゃん、でっかいのニラとおかきね、熱いからね。どうどう、あ、なんかいい音してます。なんかいいかも、ポリポリ、いいんじゃない。もんじゃではない。美味しいからね。うん。これなんかエスニック料理としてうまい。本当に、食べてみよう。いただきます。いただきます。じゃあもんじゃ風ではあるのか。ああ。なんかうまい。何これ。なんだこりゃ。酸っぱい。食ったことない。こんな。うん。味が濃いし。けどご飯が進むとかではなく、ご飯じゃないな、これ、うん、この酸味はやっぱり、うん、確かにかな。んあれ、え、え、加藤さん、え、帰っちゃった、帰っちゃった、あー、え、あー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 これ合うかも。これいい。これ酒だな。うん、なんならもう本当、すごいな。タイのビールとか、これチンタオリとか、そうそうそう。シンハとか、とかね、タイのストリートで、そうそうそう。タイの屋台。独自の進化を遂げたもんだみたいな。そうそう、パラソルみたいなところでさ。美味しい。これじゃあ、ザー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 のザーで。あ、完全に合うわ。あー、めっちゃうまい。これちょっと本当に美味しいかも。これうまいです。これうまいや。本当に美味しい。これうまいな。あっていいね、これ。慣れたらめちゃくちゃうまい。もんじゃ焼きより好きかも。いや、確かに。これうめえ。なんでタイになったんだろう。レモン。レモンかな。ニラのその構想的な感じ。確かに。ちょっと月島の方見てたら、マジでこれ。月島では出さないじゃん、逆に。商品化をお願いします。いや、めちゃめちゃうまい。うまいな。じゃあ僕の行きますね。はい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 。あーあー、ポップコーンだ。ポップコーンちゃんがさ、ポップコーン、え、お好み焼きじゃないこれ。はい。キャベツがすごいね。すごいっすね、これね。キャベツが入ってるから、まともな雰囲気はあるけど。汁もう何で入れちゃいますもん。全部入れちゃおう。全部入れちゃうもん。うわあ、すごい。これすごい。すごい。お客さん初めてもんじゃねえ、これ。これもんじゃ？これもんじゃ。もんじゃ。肉肉の目か。グリーンピースみたい。わ、すごいね。チャーハンみたいな。うちらチャーハンみたいに有名やな、これ。これチャーハンじゃないの？はい、いきますか。ポップコーン、ニンニクの芽、ご飯ですよ、じゃがりこ、たらこ、バター、ご飯です。キャベツ、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 キャベツは言わなくてね、キャベツ、ね、はい、この匂いする。あー、匂いがね、もうバター、バター、王子から送ってもらいます。じゃあ、いただきます。はい、すごいバターの匂いする。アナコスパラ、どうだ。え、あれ、おや、おや、この表情は王子、嘘だろ、まずいぞこの表情は。王子、どうした、もう一回考えてる、まだまだまだ処理してる。あれ、こんなにしそうなのに、まだわかんない。食感なんだ、食感なんだ、食感なんだ、え、何何これ、砂漠歩いてるみたいな。え、どういうこと。確か水最初なかった、わかんないです、わかんないです。僕らも食べてみますか。ちょっと食いましょう。なんだこれ、いただきます。なんかシャリシャリしてる、うん、なんか片付けられない部屋みたいな、お芋みたいな、なんかボロボロしてるね。あれだ、生地がじゃがりこが溶けたんだ。あ、芋になったんだ。そうだ、うわ、そういうことか。だからこのボロボロ感があるんだ。なんだこれ、芋の、うん、まあ、なんか食べれる、まあまあまあ、味はまあ、まあ、味はまあね、思ったより薄味かも、うん、確かにそんな味ない、うん、もっとだからもっと明太子の味がするのかと思った、うん、今ぐらい巻いちゃってもいいか、巻いちゃう、
おわー、うん、すげー、あらあら、あらあら、きれいきれい、うますぎるだろ、これがホームみたいになってるのがナウシカのオムレツになったの、ホーム、あ、ホームが来た、ホームが来た、怒っている、怒っている、これで食ったらちょっとね、また変わるかも、焦げ目がうまいからね、やっぱりね、カリカリにね、いくぞ、一緒か、ちょっと芋感出すぎちゃったのかな、もしかしたら、やがりこれは、そのもんじゃの水っぽさが生きてない気がしますね、ちょっとニンニクがきついな、不思議と酒も飲めない、誰も一口も飲んだよ、味が濃いね、難しい、もんじゃと奥深いね、はい、うん、では私、はい、行っていきたいと思います、あれ、なんかバラバラ、うん、セパレートしてるじゃん、セパレート系でいきたいと思います、それあり、それありよ、じゃあね、わー、バターの量すごい、やばー、バターの量、おい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 え、ちょっと大丈夫なんで、僕どうした、若いんだから、まさかね、食べなよ、あーもう肉のうわ獣、すごい、肉の匂いしかしない、すごいこれ、すごいね、じゃあいきますか、はい、王子、じゃあ、はい、いただきます、はい、すごいね、これ匂いがすごい、これえ、え、王子、王子、王子どうした？おじいかわになった、味しない、味しない、味しない、味ないんですよ、これで、ソース、一応ソースは味しねえ、なんだ、味薄い、味ない、味がない、ちょっともうちょっとスパイスとかでこうパンチを、カレーとかパンチを効かせてくれないと、カレーを入れたらめっちゃ、カレー塩ありますね、カレーいいっすか、カレーいいっすか、カレーあり、あ、これはもう関係、もうこれはもうなしで、なしでね、なしでね、美味しく食べたいから、カレー塩かけて食べてください、あのスパイスをちょっとね、カレー塩、カレー塩、苦しみの呪文、カレー塩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 かけたらね、もうご飯欲しくなる、カレー塩、クルー塩、お、そうだ、すんだよ、よし、俺か、俺が正解なんだ、ただめっちゃうまい、あ、マジ食いたい、今カレーになるわ、あ、うまカレー塩合う、うめ、キーマカレーにしちゃうのが一番だね、あーすごいぜ、もんじゃ作っててキーマカレーにしようってあるないっすよ、はい、うん、じゃあ私の番、うん、これ問題作よ、はい、私のやつは、何言ってんのこれ、見せてわかんねえよ、これ汁なくない、オートミールね、しちゃったんですよね、具がないんですよ、だから、うん、はい、じゃあ、じゃあ川村ゆし、うなし、チーズもね、たっぷり入ってますし、はい、元から入ってるイカもあります、うん、量少ね、少ないな、少なくね、今までで一番少ない、水も規定の量入れた、規定の量入れてるはずです、少ない、少ない、貴重、貴重なんだ、貴重なんだ、貴重なもんだ、水吸ったとしても出てくるからね、本来ね、乾いちゃったのかな、貴重なんさあ、見た目は悪いけど、これがうまい、まあ、味が良ければ、まあ、もんじゃなんでね、見た目で売ってるわけじゃないんだ、味を、結局はい、じゃあ、食べましょうか、王子から、はい、はい、いただきます、すごい匂いする、ゆかり、うん、でもいい匂い、うん、あれ、うん、おや、うん、うん、悪くない、ちょっとしょっぱいけど、うん、でも悪くない、お、お、お、ほんと、酒が進む、うん、海苔のあったかい佃煮みたいな、ちょっと食べてみよう、塩分は多いかも、かなりしょ、結構しょっぱいな、かなりしょっぱいかも、ちょっとでいい、あ、めっちゃしょっぱい、しょっぺ、ちょっとでいい、あー、でも何かと一緒に食べればいいのかな、うんうんうん、いや、でもいいんじゃん、美味しい、美味しい、進む、あの、あ、ご飯食べたい、好み焼きっぽい味もするし、そうそう、なんかとろっとろ、もんじゃのねっとり感はあります、うん、チーズはもう多分ねっとり感じゃない、もうちょっと塩分控えめだったら、うん、うん、すごい美味しいかも、これやっぱゆかりが偉いね、これゆかりいいね、うまいね、すごいな、うまい、うまい、他の海苔はあんまないんだけど、
何がしょっぱかったんだよ。のり玉ゆかりめっちゃ入れた。半分ぐらい入れてたから。ゆかりの塩気が結構。ゆかり半分入れたんだ。すごい。逆に他は意味なかったかもしれない。ゆかりオンリーかもしれない。タメラーも意外と、うん、全然ないないない。あんまり全然ないね、タメラー。ゆかり多すぎたのかな、これ単純に。ゆかりだけじゃダメです。いやいや、でもなんかこう海苔の風味も多少ある。多少あるけど、レモンもそうだけど、なんか爽やかさって大事ね。大事ですね。爽やかさが入ってるだけで結構いいかも。年かな。かなそれもあるかもな。ちょっとあるかもしれない。こういうの良くなってきちゃう。非常に年。うん、美味しかった。でもなんかもんじゃ食った感ないな。もんじゃ食わしてくれよ。3回ももんじゃ。普通のもんじゃ食いたいわ。決めます。じゃあ優勝したか。はい、うん、寝るのと、あと僕ちょっと保育園のお迎えあるんで、あの帰ります。え、今もうちょいで言われます。いや、ちょっともう時間がね、あって YouTube より保育園のお迎えの方が上なんで。すいません。いや、うん、優勝え自体じゃん。いや、自体はしない。一応いや、いなかったら自体。いなかったら自体。いなかったらね、本当に行くの。一応権利だけ。権利はない。ないないですよ。行っちゃったらないですよ。お願いします。ええ、あ、ちょっとおかき持って帰るらしい。頑張って、おかき。まあまあ、子供にいいけど。じゃあ、ございます。なんで笑顔なんだよ。なんだよ、今日すごいな。本当に仲良いな。え、今日優勝は優勝王子ちょっと。じゃあ、結果発表だと思うんじゃないですけど、一応ね、はい、はい、今回の、もんじゃドラフト、うん、優勝者は、うん、原宿さんです。おめでとうございます。ちょっと美味しかったです。美味しかった。本当に美味しかった。本当に美味しかった。また食べたいよ。いや、本当に普通に食べたい。めちゃめちゃ良かったですね。あらじゅくさん、だって まだいるでしょ。いる？え、いる？あらじゅくさん、優勝ですよ。え、え、おい、閉じ込められた。おい、おい、開かなくなっちゃう。おい、開かなくなっちゃうよ。もんじゃを食わないと出れない部屋にと出れない。閉じ込められた。なんで？なんだこれ。これえ？終わっちまう。おい、やられた。積んだ。さあ、もんじゃ食ってたら積んだ。我々はもうこれからもんじゃをね、だけの人生になりました。しょ、皆さんもドラフトでもんじゃ、うん、ぜひやってみてください。原宿さんのレシピうまいんで。本当に美味しいんでね。ぜひ試してください。うん、まあ、おのおのとこトッピングとか、ね、いろいろしね。もんじゃって自由なんで、はい、でもいけるんでね。はい。うん、じゃあ皆さんまたね、はい、チャンネル登録、高評価。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。さよなら。奥さん帰ってきて。ドアが開かないよ。原宿さんの娘さん助けて。